たくさん悩んでいいんです。たくさん焦っていいんです。その悩みとか焦りも全部連れて一歩一歩前に進んで、皆さんの志望校合格をつかみ取ってきてください。心から応援しております。どうもこんにちは。というわけでですね、受験生の皆様、今まで大変お疲れ様でした。皆様自分で自分自身をですね、褒めたたいてください。受験といえばですね、僕もそうでしたけど、すごいね、緊張するし焦るんですよ。やべえと。で、焦れば焦るほど、どんどんね、まずい状況になってしまうので、焦ることは、もうみんな焦ってるんですよ。もうみんな焦ってるんで、焦るのは当たり前ということでですね、焦っていることに焦らないということを意識して、一度深呼吸してですね、目の前の問題に一問一問丁寧に取り組んでいくということをしていただければいいんじゃないかなと思います。というわけで、応援します。受験生、今年の共通テストで、キーワード、偶数列、出なかったら電眼をラメ、健闘を祈る。頑張れ、受験生。どうも、バンカラジオの聞いたぞ、ヤネスケです。僕らの持ち歌、聞いてください。受験あるある、受験あるある、みんな口揃えて言う俺は受かる。受験あるある、受験あるある、夏休み終わり一瞬で9月。受験あるある、受験あるある、仲間と共に味わう苦楽。受験あるある、受験あるある、4月から入学、君は受かる。ハロー、皆さんこんにちは。森哲先生よりも TOEIC の点数が低く、電眼よりも計算が遅く、そしてバンカラジオよりも YouTube で勢いのない指塗り匠です。こんな具合にですね、大人になってからもいろいろね、競争ってつきものなんですけど、まあ人生でね、多くある競争の中でもやっぱり受験って、一番ね、大きい競争の一つかなと思います。で、その大きさゆえですね、もう全員が苦しいんですよね。なので、もうどうせ苦しいならですね、もう最後まで楽しんだものばちです。なので、ぜひですね、最後まで気持ちを絶やすことなく、この競争をですね、楽しんで乗り越えてください。では、最後まで応援してます。呼び寄り匠でした。学びはエンタメに、どうも、パサラボの武蔵園と熊田んです。はい、今回も受験生に向けて、ちょっと待ってください。はい、今年も桜ソング用意しております。ありがとうございます。カナイとアイダマンがね、はい、桜の応援ソングを歌ってくれるということで。じゃあ改めて受験者の皆さんへ、共通テスト本番まで行きたいと思いますが、僕から一つということになります。それは誰よりも共通本番を楽しんでください。楽しんで信じ切ってください。もう何かするとか、あるなら愛し合う、実際解いて、うわ、またまたってあると思って、メンタルやられたら、その次の科目まで行くので、もう自分を楽しんで、何が起きても信じ切る。頑張ってください。頑張ってね。頑張ってください。武田塾、今日の河野です。最後まで諦めないで、自分を信じて。武田塾の高田です。今までやってきた参考書を信じて。武田塾の中森です。ご自身が納得できる受験生活を送れるように、しっかり最後まで頑張ってください。合格して、金持ちになろう。最後まで受験勉強頑張ってください。受験はロマンだ。絶対受かれ。頑張ろう。はい、鈴木貫太郎です。受験生の皆さん、なるようになるよ。さてみんな、直前緊張してると思います。大事な話をします。夢は言葉にしてはっきり言いましょう。そうすれば叶う。信じてまっすぐ頑張ってきてください。こんにちは、飯泉です。1点でも多く点数が取れるように最後まで諦めずに頑張ってください。はい、全国の皆さんこんにちは。ユーテラ講師軍団でね、ユキオ先生、久々に見たとエジプトっぽいというか石油売ってる人みたいな。森哲ちゃんがね、みんなに応援メッセージを出してくださいよということで、諦めない、素敵よ。相澤先生からもどうぞ。もうね、やり残したことはないですから、自分の力を出し尽くしてください。あ、じゃあ僕からですね。今日は早く寝て、で明日の夜からまた勉強を開始しましょう。もうそれだけです。以上。絶対大丈夫。頑張ろう。君の人生を切り開けるのは君自身しかいない。だから十分頑張った自分を信じろ。できる、できる、まだできないだけ。頑張れ。頑張れ。受験生。はい、ハローだよ。受験生の皆さん、いよいよ入試本番ですね。まあ入試本番なんで、すごく緊張しているかもしれないんですけど、緊張している時こそ力が出せるんです。
自分自身はいつも模試 E 判定でしたけども、最後の本番だけ強かった。センター試験も慶応文学部の試験も国立の二次試験も本番だけは最大風速を出すことができたんです。でそれはやっぱり緊張した時こそできるんだって自分にちゃんと言い聞かせてたからですね。模試の時なんか本番の緊張状態は出せない、でも入試本番は緊張してる、その緊張こそが力になるんだと思ったからこそ実力以上のものを出すことができたんです。だから皆さんも緊張した時の方が力が出せるんだと信じて本番頑張ってきてください。